に練習場所といえばここだよね。そうね、普段どんな風に練習しているのか見てもらいましょうか。で、どの曲のダンス練習する？今ちょうど次のライブ用に準備している曲はどうでしょう？まだ振り付けを覚えきれてないからちょっと恥ずかしいかも。もうできる振り付けじゃ練習してることにならないよ。それもそうだね。決まりやね。じゃあここからのリポートは1年生にお任せするね。では私が撮影しますので他のメンバーは位置についてください。うん、頑張る。もう始まってる？始まってますよ。かよちん、頑張るにゃ。後で編集できるんだし緊張しなくても大丈夫よ。錦野真希よ。ここからは凛たちが学校を紹介するにゃ。ここは屋上です。ミューズはいつもここで練習をしています。夏は暑いし雨が降ったら練習できなくなるにゃ。ちょっといいところを言わないとダメでしょう。でもリン、ここ好きだよ。ライブしたこともあるし。ミューズにとって思い出深い場所ではあるわね。それではミューズの他のメンバーが練習しているようなので様子を見てみたいと思います。ワン、ツー、スリー、フォー。ワン、ツー、スリー、フォー。ほのか、そこでストップ。一本前へ。ニコ、少し遅れてる。分かってるわよ。リンたちいつもこんな感じで練習してるんだよ。今回はしてないけど、ライブ前だと撮影してずれてないか確認したりするわ。はい、ストップ。ほのかちゃん、前に出にくかった？少し横にずれた方がいいかな。感想のラスト、もう少し動きがあった方がいいんじゃない？だったらここで。こういうのはどう？おお、さすがエリちゃん。こんな感じで振り付けをいろいろ試しながら決めています。ライブ直前に変更になる時もあるから気は抜けないわ。でもバッチリ踊れるとすっごく気持ちいいんだにゃ。どう？みんなのダンス綺麗に撮れてる？ええ、バッチリです。練習風景はこのくらいでいいんじゃないかな。そうね。次はどこをリポートするつもり？行動や音楽室も紹介したし、校内であと紹介してないのはここくらいかしら。部室はどうリポートすればいいんだろう。部室の設備とか普段の姿とかでいいんじゃない？それでいいんじゃないかな。ね、そこでこそこそ片付けてるニコッチ。見てもらうんだから部屋をきれいにするのは当然でしょ。そうだよね。この雑誌も隠して、こんなところにお菓子の箱が。部室の撮影はしっかりお掃除した後にした方がいいかも。それなら外へ撮
をリポートすればいいのかな。あるじゃない、私たちがいつも使っているところ。体力作りには欠かせないあそこやね。